阪神タイガース情報社。はい、今回は1月の2日、2024年ドラフト対局観についてということでお話をしていきたいというふうに思います。本編に移る前にですね、一つお願いがございまして、この番組はですね、阪神タイガース情報を定期的に配信しているチャンネルでございます。チャンネル登録者数年内1万人というところを目指してやっておりまして、まずは7000人というところを目指してやっておりますので、もしよろしければチャンネル登録まだの方はお願いいたします。この一つのボタンがですね、非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい、では早速本編の方に移っていきましょう。2024年ドラフト対局観についてということでお話をしていきたいんですけれども、まあ今年でですね、2発目の動画ということでですね、まあ1本目はですね、阪神の優勝への参加状ということで全体感をお話ししました。2本目はですね、まあドラフトについてお話をしていきたいんですけれども、まず2024年のですね、ドラフト、まあ全体的にですね、注目選手というところをですね、一緒に見ていきたいなというふうに思っております。で2023年阪神タイガースドラフトに関しましては、投手4、内野手2、育成ドラフトで投手1、外野手1ということでですね、もう少し野手取るかなというようなイメージはありましたけれども、結構即戦力と言われるようなですね、投手4名と、あとは、育成というところでですね、内野手、まあ、ショートの、選手ですね、両方ともを2名取ったと。で、育成ドラフトでも、投手1枚取ってまして、まあ、俊足タイプの外野手を1枚取っているというところでですね、2023年、個人的にはスラッガータイプの内野手欲しいですよねという話をしていましたけれども、まあ、ちょっと今回はですね、見送りというような形となっておりまして、まあ、その2024年のドラフトですね、そういったタイプの選手がいるのかとか、そのあたりも一緒に見ていきたいというふうに思います。はい、まずはですね、今年のドラフト、去年のドラフトですね、を加味した選手一覧ということで、それがこちらとなっております。野手、投手両方ともに見ていきたいんですけれども、キャッチャーに関してはですね、比較的年齢、まあちょっと、言ってしまっている選手っていうのもいるんですけれども、25歳に坂井田選手、22歳に藤田選手、20歳に中川選手ということで、割とバランスよくいるかなというようなところですよね。で、二遊間タイプの選手に関してもですね、右バッターで桃崎選手と山田選手を取りましたし、まあその1台上には戸井選手がいますと。で、左口の方の、バッターで言うとですね、小畑、遠藤、高寺ということで、年齢が一つずつ下がっていくような感じでですね、右左いい感じにいますよと。で、外野手に関しましても、まあ、近本選手を筆頭にですね、まあ、小野寺選手もまだ26歳ですかね。で、あとは、まあ、森下選手、野口選手と、で、井上選手、前川選手、いつも選手ということで、プロスペクトの選手も十分にいるということで、野手の層の部分で言うと、やっぱり1、3塁なんですよね。まあ、今年本当に取るかなというふうに思っていたんですけれども、取らずということでですね、まあ、大山選手も29歳、佐藤輝明選手はまだまだ若い25歳ではありますけれども、そういう状況となってしまっているというような感じですね。で、まあ、投手の方はですね、もう本当に渋滞するんじゃないかというぐらいいい選手が、目白押しでして、まあ、最年長で言うと秋山選手と西行投手なんですけれども、まあ、それでも33歳ということで、ね、セットアッパー陣ちょっと気になるかなというふうに思うんですよね。まあ、特に左の方が、まあ、岩崎投手、岩佐投手、島本投手というところがですね、32歳と31歳に固まっていると。で、左の、まあ、セットアッパーできるようなタイプの選手と言われると、まあ、後半、大ブレイクした桐敷投手ですよね。まあ、24歳ということで。あと、まあ、及川投手もですね、そんなに登板機会はないですけれども、まあ、中継ぎでも結構いいピッチングができるというところもあるので、まあ、やや層は薄いかなというふうに思うので、まあ、左でセットアッパーで、はい、できるような選手っていうのを一人欲しいかなというところではありますけれども、まあ、どうでしょう。まあ、そこまで、絶対に必要と言われればですね、迷うところかなというふうに思います。逆に右投手の方で言いますと、中継ぎタイプの投手ってもうちょっと溢れてしまってるんじゃないかなというぐらい、選手が今非常に多くいますので、まあ、右、たくさん取っていたというところもあるので、この2年間に関しては、もう十分なのかなというところですよね。で、まあ、先発投手の方に目を向けてもですね、まあ、比較的若い投手がですね、回しているというところもありますので、まあ、右左。まあ、そんなにバランスは悪くないかなというような感じですよね。まあ、左がやや少ないかなというふうに思いますけれども、年齢も若くてですね、まだまだ長く先発続けられるようなイメージの選手っていうのがですね、
たくさんいますので、まあこのあたりっていうのも、そんなに意識しなくてもいいんじゃないかなというところだというふうに思います。なのでやっぱり改めて、言いたいのは、1、3塁ですよね。のスラッガータイプの選手を、まあ、ドラフト1位で取らなくてもいいんですけれども、2位、3位とかでやっぱり1枚欲しいと。で、ドラフト1位に関しては、もう本当に阪神タイガースで言うと、2024年一番良かった選手を取ればいいんじゃないかな、指名すればいいんじゃないかなというような状況下になっているというふうにも思います。はい。でですね、2024年ドラフト、大学生と高校生ということで、見ていきたいんですけれども、まずは高校生の方から見ていきましょう。川勝投手ですね、徳島の、選手でございまして、まあ、何よりもこれストレートが一番の売りでして、マックス152キロのストレートを投げる、速球派タイプということでですね、まあ、ちょっとコントロールにやや難があるというところで、まあ、そのあたりがどれぐらい、ま、戻ってくるかというかですね、成長してくるかによって、このドラフト上位に指名されるかされないかというようなところがですね、影響するんじゃないかなというふうに思います。まあ、去年の秋の、投球なんかで見ていくと、まあ、スライダーとか、それ、まあ、変化球の割合も非常に増えてきていまして、まあ、今までの力だけの、ピッチングっていうところからですね、脱却しようというところは見て取れるというようなところですので、まあ、この冬を越えて春、夏というところでですね、まあ、どれぐらい成長できるかというところがポイントになるんじゃないかなというふうに思います。はい、続きましてはですね、新井大投手ですね。で、新井大投手は、青森の八戸学院光星高校、の投手というふうになっておりまして、左投げですね。左投げ左打ちの投手ということになっております。で、お父さんがですね、元中日ドラゴンズの選手というところもありまして、まあ、プロでの戦い方というところがですね、非常に分かっているような投手でして、まあ、左ピッチャーながらですね、球速147キロのストレートが武器となっておりまして、まあ、曲がり幅の大きいカーブとカット、このあたりもですね、アクセントになっているというところでですね、まあ、本当に178センチの体格ではあるんですけれども、手足が非常に長くてですね、球の出どころであったりとか、そのあたりが見づらい投手となっておりますので、まあ、技でですね、抑えていくというようなことも可能なピッチャーなんじゃないのかなというようなところでですね、まあ、楽しみな投手の一人ということになっております。で、あとですね、まあ、高尾投手であったりとか、広島の広陵高校ですね。この高尾投手もマックス147キロのストレートが武器で、まあ、非常に回転数が多いと言われておりますというようなところが、まあ、3投手、注目の3投手ですね。で、肝心の野手の方どうでしょうというところで見ていきますと、実は2024年に関してはですね、まあ、超高校生級っていうような選手はちょっと少ないんですけれども、まあ、強いてあげるならばというようなところにはなるんですけれども、この2選手なのかなというようなところでですね、片井海斗選手であったりとか、まあ、大阪桐蔭の、ラマル・ビーギン・ラタナヤケ選手ですね、サードの選手なんですけれども、まあ、このあたりが、いわゆるですね、まあ、強打者タイプの、内野手というところで名前が上がってくる、選手なのかなというようなところですね。まあ、硬い、内野手に関しましては、まあ、1年の時から4番ファーストというところでずっと守っておりまして、22年の夏大会ではですね、まあ、甲子園で一発も放っているというところで、まあ、注目をその時に集めたというところがすごく印象的なところだというふうに思います。で、ラマル選手と言ってきましょうかね。まあ、スリランカ出身の両親というところで、まあ、日本国籍ではあるんですけれども、サードで、まあ、大阪桐蔭で4番を張っているというところでですね、成績を見るとですね、ホームランバッターというよりも、やや中距離ヒッターなのかなというようなところで、まあ、広角に打ち分ける能力っていうところとですね、まあ、外野手の間を破るような打球っていうのを連発するというところで、まあ、このあたりの2選手なんかが高校生でいうと内野手部門でいうと注目の選手なのかなというようなところでですね、でこの5名あたりがですね、まあ、高校生ドラフトというようなところでいうと中心になって動いていくんじゃないのかなというふうに思っております。で、続きまして大学生の方も順番に見ていきたいんですけれども、大学生の方がですね、やっぱり今年も、注目というようないい選手が、たくさん揃っているというような状況でございまして、
で、まあ、押しも押されるんですね。投手の方のナンバーワン投手と言われれば、今年は、しのぎ健太郎投手になるんじゃないのかなと。マックス157キロのストレートで、いわゆる右の本格派投手ですね。で、去年はですね、東都大学のですね、東都リーグの方の、選手結構注目集めていましたけれども、法政大学ということで、いわゆる六大学の、選手からですね、上がってきていると、名前が上がってきているというような感じですね。あとはですね、まあ、関西の方も結構、いろいろいい投手が目白押しでして、まあ、西のナンバーワン投手と言われれば、金丸投手ですね。関西大学の金丸投手です。でマックス、金丸大投手はですね、153キロということで、今年、去年の秋リーグではですね、6勝0敗ということで、防御率 0.35 ということで、まあ、関西リーグではありますけれども、まあ、驚異的なですね、成績を残しておりまして、まあ、一気に、右のナンバーワンに名乗り出たというような状況となっておりますね。はい。あと、関西で言うとですね、大正大の、渡部選手ですね。で、渡部選手は右のナンバーワンスラッガーということで言われておりまして、秋リーグではですね、まあ、5本塁打ということで固め打ちというところで、まあ、この時にがぜん注目を集めたというところでですね、で、この渡部選手なんかも注目を集めているというような形となっております。で、ただまだ、この渡部選手もですね、まあ、内野手であればいいんですけれども、外野手というところでですね、なかなか阪神取りに行くのかなっていうところがどうだろうっていうようなところだというふうに思うんですけれども、というような感じですね。であと野手の部門の方で見ていきますと、東京の方に戻りますと、やっぱり宗山瑠衣内野手ですね。明治大学、まあ、今年のナンバーワンドラフト、注目選手ということで、野手の方はこの宗山選手を取りに行くか行かないかで、ドラフトの順位であったりとか指名者が変わってくるかなというふうな感じで、まあ、宗山選手が最大何球団からですね、重複中指名というところを勝ち取るのかというところが注目の的になっているんじゃないかなというようなところでですね、この宗山選手なんかが、野手で言うと、まあ、注目の選手の筆頭になってくるというような感じですかね。はい。であとは西川選手、青山学院大学ですね、まあ、右のスラッガータイプの外野手にはなるんですけれども、西川選手なんかも3年の春にですね MVP を獲得していたりとか、あとは阪神の目線で見ますと、この西川選手はですね、内外野複数ポジション可能ということで、まあ、外野手専門というところではなくてですね、ファーストであったりとかサードであったりとか、そのあたりも守備についているというところもあるので、示しやすいのかなというようなところですかね。はい。あとは、ま、富士大学の麦谷選手なんかもですね、まあ、走塁であったりとか肩、このあたりがですね、まあ、非常にいいっていうところで、まあ、俊足高打の、まあ、一番出しタイプですね、まあ、近本選手の後釜になるかもしれないなと言われているような選手ということになっております。はい、まあ、こういった形でですね、まだ2024年ドラフトかなり手探りではありますけれども、高校大学生選手で言うと、このあたりですね、高校生で言うと5人であったりとか、大学生であればこの6人、まあ、この中から、ドラフトっていう1位指名ですね、まあ、かなりの確率で指名されてくるんじゃないかなというように思っておりまして、まあ、こと阪神ということに置き換えていくと誰になるのかというところはですね、また改めて考察していきたいなというふうに思いますけれども、まあ、今回はですね、2024年ドラフトの対局間ということで、まあ、全体的なドラフト1可能性がある選手っていうところをですね、ご紹介させていただきました。もう皆さんいろいろドラフト、注目されているかもしれませんけれども、もしよろしければですね、コメント欄の方にも、自分だったらこの選手注目してるよとか、ここに載ってない選手でもこういう選手がいるよっていうような情報があれば書き込みしていただけるとありがたいです。私もまだまだちょっとこう2024年ドラフト勉強し始めたばかりというようなところもありまして、漏れている選手っていうのもかなりいるというふうにも思いますので、まあ、そういうところをいろいろご教授いただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんでこの2024年ドラフト検証していこうぐらいのですね、感じでやっていければなというふうにも思いますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、今回はですね、2発目の動画ということで、2024年ドラフト対局間ということでお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。